ナンバーアンダーラインアイの新たな美学、平野章のプロデュース曲サントリー CM 魔が描く未来。5月27日にリリースされたナンバーアンダーラインアイのミニアルバム、ノーオーリングは音楽ファンにとって新たな地平を切り開く作品となりました。特に注目されているのはノーイエスとボンという2曲です。この2曲はそれぞれサントリーのピアボールの CM ソングとテレビ朝日の ミュージックステーションで初披露された曲として多くの話題を集めています。この記事では、これらの楽曲が持つ美学やメッセージについて詳しく探っていきます。No Yes はナンバーアンダーラインアイとして初の CM タイアップ曲であり、サントリービアボールの CM ソングとして起用されました。この曲は、これまでのナンバーアンダーラインアイの楽曲とは一線を画す軽快でポップなナンバーです。 前編ラップのゴーとやめろうな R&B テイストのブローユアーカバーとは異なり、明るく爽やかな雰囲気が印象的です。CM では、平野翔、神宮寺ゆ太、岸優太の3人が浜辺やプール沿い、リビングなど様々なロケーションでビアボールを楽しむ姿が描かれています。夏らしい映像と共に流れる No Yes は、これからの季節を鮮やかに彩る一曲として、 多くの人々の心を掴んでいます。一方、ボンは平野章によるプロデュース曲であり、ミュージックステーションで初披露されました。この曲のタイトルボンには、盆栽のボン爆発音のボンボンのボンボン栽のボンなど、様々な意味が込められています。歌詞を通して、平野の日本文化に対する深い意識と独自の視点が表現されています。特に注目すべきは、 盆栽というテーマにフォーカスを当て、盆栽が成長する過程をファンとの関係に重ね合わせている点です。この曲は、ナンバーアンダーライン愛のメンバーとファンとの絆を象徴する楽曲として、非常に深い意味を持っています。ボンのパフォーマンスは、画楽風のイントロや途中で挟まれる盆踊りのような振り付けなど、随所に日本文化へのこだわりが見られます。 和とヒップホップを融合させ、ビートが目まぐるしく変化する楽曲構成は、聴くものを飽きさせません。これは、デビュー曲ゴートでも見られたように、予想を裏切り、新しいことに挑戦する姿勢が感じられます。新しい挑戦には常にリスクが伴いますが、ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、そのリスクを恐れず、自分たちの信じる道を進む覚悟を持っています。ミュージックステーションでのボンのパフォーマンスは、 彼らのその覚悟と決意を強く感じさせるものでした。このような新たな挑戦の中で、彼らとファンとの絆は一層強固なものとなるでしょう。平野が語る、ファンとの関係とは、新しい道を切り開き、共に困難を乗り越えていく関係性を指しているのかもしれません。ナンバーアンダーライン愛の3人が作り上げたミニアルバムの、のオー・リングは、そんな彼らの思いとファンへの感謝の気持ちが詰まった作品です。 No, Yes と b o を含む No, O, Ring には全8曲が収録されています。すでに公開された2曲だけでも、その多様な表情からバリエーション豊かな一枚となっていることが伺えます。今後、サマーソニック o n i c 2024への出演も決定している中、彼らがどのような新しい挑戦を見せてくれるのか、ファンとして非常に楽しみです。Number Underline I の No, O, Ring は、 日本の伝統文化を現代音楽に取り入れることで、独自のスタイルを築いています。このアルバムを通じて、彼らが表現したいメッセージとは何でしょうかまた、そのメッセージが私たちにどのような影響を与えるのでしょうかボンに見られるように、ナンバーアンダーライン愛は日本の伝統文化を現代音楽に巧みに取り入れています。盆栽の成長過程や煩悩というテーマは、 日本の美学や精神性を反映しています。しかし、それだけではありません。彼らは、それをヒップホップや R&B といった現代の音楽スタイルと融合させることで、新しい音楽の可能性を探求しています。これは、日本の文化が過去の遺産だけでなく、現代のクリエイティブな表現の源泉でもあることを示しています。ナンバーアンダーライン愛のようなアーティストが増えることで、 日本文化はさらに豊かで多様なものになっていくでしょう。また、ナンバーアンダーライン I は、サマーソニック2024への出演が決定していることからもわかるように、国際的な舞台でも活躍しています。彼らの音楽は日本だけでなく、世界中のリスナーに向けて発信されています。これにより、日本の伝統文化がグローバルな視点で再評価される機会が増えていくのではないでしょうか。音楽は、 単なるエンターテインメントだけでなく、社会や文化を反映し、時には変革を促す力を持っています。ナンバーアンダーライン I の楽曲も、その一例です。彼らが取り入れる日本の伝統や美学は、リスナーに新しい視点や価値観を提供します。そして、それは個人の内面だけでなく、社会全体に影響を与える可能性があります。例えば、ボンのような楽曲を通じて、 日本の若者が自国の文化に誇りを持ち、それを新しい形で表現するインスピレーションを受けるかもしれません。また、海外のリスナーが日本文化に興味を持ち、理解を深めるきっかけになるかもしれません。ナンバーアンダーライン I がこれからどのような道を歩むのか、非常に楽しみです。彼らの挑戦は始まったばかりであり、その可能性は無限大です。新しい音楽を作り続けることで、 彼らは日本の音楽シーンに新たな風を吹き込むでしょう。最後に再び読者の皆さんに問いかけます。あなたはナンバーアンダーライン愛の音楽を聴いてどのような感想を抱きましたか彼らの挑戦に対してどのような期待を持っていますかそして音楽があなたの日常や人生にどのような影響を与えているのかぜひ考えてみてください。あなたの意見や感想を共有することで 音楽の持つ力をさらに広げていくことができるでしょう。ナンバーアンダーライン愛が国際的な舞台で活躍しているように、私たちも広い視野を持つことが重要です。異なる文化や価値観を理解し、受け入れることで自分自身の視野を広げ、新しい発見や学びの機会を得ることができます。国際交流や異文化理解は、個人の成長とともに、社会全体の進化にも貢献します。 音楽は人々を結びつけ感情を共有し変化を促す力を持っています。ナンバーアンダーライン愛の音楽はその一例として私たちに多くのインスピレーションを与えています。彼らの楽曲を通じて私たちは新しい視点を得ることができ日常生活や仕事においてもその教訓を活かすことができます。これからもナンバーアンダーライン愛の挑戦を見守り応援し続けることで 音楽の未来を共に作り上げていきましょう。そして、自分自身も新しいことに挑戦し、広い視野を持ち、他者との絆を大切にしながら、日常生活や仕事に活かしていきましょう。最後に、再度問いかけます。あなたにとって、音楽はどのような意味を持っていますかそして、ナンバーアンダーライン愛のようなアーティストが示す新しい道に対して、どのような期待を抱いていますか ぜひ、あなたの考えを共有し、一緒に音楽の未来を考えていきましょう。これからのナンバーアンダーライン I の活動において、どのような新しい挑戦が待っているのでしょうか彼らの音楽がどのように進化し、私たちの心をどのように動かしていくのか、興味はつきません。皆さんは、どの曲が一番心に響きましたかそして、彼らの次なるステージでどんなサプライズを期待していますか あなたの意見をぜひ教えてください。ナンバーアンダーライン愛の音楽は、これからも私たちに驚きと感動を与え続けることでしょう。彼らと共に、新しい音楽の旅に出かけましょう。